どうも。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサです。マリサ、最近の鉄拳ランクマはどう？いろんなキャラと当たるから、相手の技がなかなか覚えられないんだぜ。そうね、それはゲーセン時代を経験してない。若い人にはなかなか辛い問題だわね。特に鉄拳は自キャラをある程度動かせるようになったら、あとはキャラ対策の連動で勝率が決まるから、相手の技を覚えたいと焦ってしまうぜ。気持ちはわかるわマリサ。でも、焦って一気に覚えようとすると破綻するわよ。それはわかるけど、どうしたらいいんだ。まずは記憶に残るぼったくり技から抑えていきましょ。ふむふむ、最近はデビル陣によくやられてるな。なんか三発パンチのやつをよく壁際でやられるぞ。よく思い出したわマリサ。そういうことよ。えへ。それはデビル陣の羅刹門一ね。じゃあ今日はそれから対策していきましょ。よろしく頼むぜ。壁際でよく見ると言ったわねマリサ。うん、なんか3発目を食らせたりして嫌な技だな。そうね、この技は中段3連発で壁強が取れて、3発目に確定反撃がない上に、ディレイまでかかってしまう凄技ね。全部中段で構成されて各班がない連携技となると、触り技としても優秀だから、相手が壁を背負ってると、もう使いたくてたまらないという心理になってるわ。なるほど。サブキャラとして使いたての人なんかは、出してる方が安全とまで思うかもしれないな。そうね。そんな風に相手の心理を想像することは大切ね。で、あるんだろう？当然対策が。もちろんよマリサ。それでは早速紹介するわね。まず有名なところでいくと、この技は左に弱いわ。対峙するこっち視点で言うと、右がガラ空きね。イメージで言うとこんな感じかしら。赤いのは攻撃判定のイメージか。これはわかりやすいな。だから3発目を右横移動でかわして反撃というのが、羅刹門一への基本的な対策になるわ。なるほどね。左にはかわせないのか？さっきの絵を思い出してマリサ。左には滅法強く設計されているのよ。リリア・アリサでも左に行くと必ず被弾するわ。片側に異常に強い技って割とあるよな。そうなのよ。羅刹門一の3発目も左にめちゃくちゃ強い。その代わり、右にはクマやギガースでもかわせるわ。よし、そしたらそれを覚えておけば3発目は死に技になるのか。さすがにそこまでは言い切れないわ。横でかわすのは、2発目で羅刹門を認識してしまった場合、入力が遅れて右に行っても暗い判定の軸がずれるのが、間に合わずに被弾するわね。なんか難しいな。まあ簡単に言うと羅刹門出されたのに気づくのが遅いと、右横移動が間に合わないということよ。ああなるほど。じゃあ結構反射神経いるのか？まああるいは一点読みするかね。壁際で使われるから、山を張れなくはないけど、一点読みバレると下段を食うな。そうね、そこでもう一つの対策があるわ。おお、教えてくれー。もちろんよマリサ。それは当て身ね。あー3発目に合わせるってことか。それは認識遅れても間に合うのか。これは割と安定的に決まるわ。キャラによっては位置が逆転するし、相手に精神的なダメージも負わせられて一石二鳥ね。なるほど。ボタンで解決できるのはありがたい。しかしこれにも弱点があるんじゃないのか？そうね、まあ2発で止められて別の技を出されると、持続の短い技は硬直に食らうわね。それからあまりにも当て身の入力が早いと、ディレイされたら3発目を食うことがあるわ。なるほど。自信がない時は無理に狙わなくていいかもな。そうね。ただランクマだとそういう深い読み合いに発展せずに、相手がいなくなることも多いから、使って損はないかもしれないわ。なるほどなぁ。ちなみに霊夢は、横移動と当て身、どっちで対処してるんだ？私は当て身派よ。反応が遅れてるからディレイも逆に据えるの。反応が遅いことが生きることもあるのか。生きるというわけじゃないけど、できれば横にかわして華麗に浮かせたいわね。よし私もまずは当て身からやってみるか。最後に2発目が10フレ各班が入ることは記憶しておいて。おお、細かい知識だな。そうね。だけど上級者同士の対戦は当たり前のように決めるわ。これを知ってると2発止めが簡単にできなくなるの。了解だぜ。
やっぱり上達するには細かいとこ埋めないとなぁ。そうね。でも一日一つでも技について詳しくなれば、それだけで強くなれるのよ。暗記科目だけど、焦ったらかえってダメってことか。それが鉄拳の極意ね。了解だぜ。それではまた次の動画でお会いしましょう。次も動画出してくれるのか？うぷ主のヤースに時間があったらね。ふむ、よかったらヤースにチャンネル登録してやってくれ。それでは、ごきげんよう。